尺長空にあたう、斎藤茂吉。君が歌百首を発表すると聞いたとき、僕は嬉しいと思った。いよいよ荒ぎ三月号が到来して、君の歌を読んでみて、僕は少し残念である。遠く離れて君に面と向かって言えないから、今夜この手紙を書こうと思った。つまり、心の持ち方が少し浮いていないか。 目が素通りしていっていないか。歌いたい材料があり余るほどあっても、捨て去るのが順当だと思われるのがだいぶ多い。苦労して始めた連作の意義がだんだん濁ってくると危ないと思っている。万葉町は僕ら同士の歩いてきた道であって、また歩くべき道である。君の今度の歌はなんだか細々しく痩せて、少ししゃがれた小女の声を聞くようである。 僕はもっとずぶとい声がいいように思う。大どかで朗らかな、君のいつぞやの歌のようなのがいいと思う。荒々木町は流行したけれども、もとを言えば、義子と称してみんなが黙殺していたのは君も知っている。そんなことにはかまわんで、忍句してきたのは君も僕も、それから同志の面々である。ところが近頃また、 万葉名衆などの形容詞を僕らの態度に被らせてくれる人も出てきている。僕らは実のところまだまだ万葉に就していいのである。君の今度の歌は古語は使ってあっても万葉調でないのがだいぶあると僕は思う。古語は使わんでも万葉調であるがいい。それと反対である。君はいつか口語的発想のことを言ったが、あれが一部分濁って今度の歌に出ている。 リズムといってもアホダラリズムに近きこと新しき俳句と似ているようであって短歌の形式に合わない短歌ではやはり集計流動リズムであるのが本来でそれが万葉調なのである僕が形式のことを言うと外敵・飲酒と他の人が言うと思うが短歌の体におるのが本来で短歌として優れていればそれが本望であらねばならぬこれは定年説どころではなくて 実は精進の到達点であると思っている。短歌がアホだら節に化けて難になる。結句に資産帳のものがかなりある。それがどうも軽薄に響く。僕は井上道康さんのように、結句は三四帳であるべきだなどとは言わんが、今度の歌の結句の資産帳にはがえ演じがたいのがある。我らの祖先の策に、雲立ち渡るとか、打ちてしやまんとか、 喉にはシナジなどの集計ルテンの結句があるのに、君の歌のはなぜそういかないのであろうか。クールベのエトルダの弾丸のような、開発のような、ロダンの考える人のような、レムブラントの自画像のような、ああいうところに目を据えたこともあるが、力及ばずにしまってしまって、今思うと恥ずかしいことがある。それゆえ僕は、これを同志に望んでいる。 同志に望むのは一番自然だと思うからである。君はそう思わないか僕は今、二軒長屋の狭いところに住んでいて、夜になると来訪者のない時は、早く床を述べて、その中に潜って、場所や高瀬船などを読んでいる。壁一重の向こう長屋には、二夫婦がいて、若夫婦が二階に寝ている。寝返りするのも手に取るように聞こえる。 寂しい生活をしていると、官能が鋭敏で、ドンまはしない。こういう時には、場所のものは割合にわかる。君のように性欲の淡い、僧侶のような生活を実行している人が、なぜ今度の歌のように、創造しく、痩せ気味の歌を作るだろうか。丸、点などの切れ目がままあるが、あれも短歌を産業に書くのと似ていて、少し面白くない。 また、今度の歌には、少し小刻みに過ぎるようなのが多い。また、固有名詞でも、シアン返しはまだいい。金太郎、奥目、お花、雄介などは、どうも歌詞を軽くさせると思う。短歌一首は、大体連続していて、そして、もっと図太とい調べであるのが、本来のような気がしてならない。泡粒数よりも多い世間並び人は、少し古語でも入っていると、 すぐ古調とか義古調とか万葉名衆とか言ってしまうが、あれは僕ら同士の説とは違うのであって、僕らの万葉調は言葉の意味合いに留まっていず、語気に注意しているはずである。君のこの度の歌には、その万葉人の語気と相通ずる点が割合に少ないような気がするが、君はどう思うそれから世間人はこういう、万葉集に取るべき点はその精神であって、 その外形ではない。こんなことを言う。彼らの言う精進というのは極めて抽象的な肉体からふらふらと抜き出て仏壇あたりを迷っているコンパクト見たようなもので僕らには何の役にも立たぬはずである。万葉集の言葉を離れて万葉人の語気を離れて万葉集の精神をうんぬんするのは道草食いの説だと思う。 そして、マブチの上部ぶりオば、僕らは新しい説として想像すべきはずである。これは君は確かに賛成してくれる。以上の言を持って、概論を君に向かって説いたと取られると、僕はひどく恥ずかしいのである。君はこの度、歌でいろいろの新しい試みをしている。それは、僕のこれまで思い及ばなかった書店に至っている。 その努力には感謝しても、その実質には賛し難いというのであって、僕は近頃、万葉集日の妻でを送ってもらって、君の森ロンを読んだ。その中に、彼の文芸上の作物は、没後、冬テルの出版した立花森部歌集に、長歌短歌もに残っている。彼の一生の事業の中で、おそらく一番価値の少ないのは、この方面の創作であったのであろう。 ああれほどにに機をはじめ律文要素のある書物に没頭していた人でしかもその影響が単に知識あるいは形式上の遊戯として現れていても内的に具体化せられていないのはウロのような矛盾であるというのがあるこれは君の森ロン中で僕にとってかつても現在も一番効いた文章であった 森部の作家と君の作家等を同列に置くことは僕はシストも当たわない。ただ、あれほど危機万用に造形深いということは君自身にかむらせることは虚偽ではあるまい。そして、一生中一番価値の少ないオバ、君の作家にかむらせることがもし虚偽でなかったら僕は残念なのである。僕は長崎に来て初めて水の尊さを知った。 雨のの降るのを真から嬉しいんだ。これは正常な水にあいて春雨の哀れをさんずる徘徊趣味とは違うのである。今は借家のことで苦労している。それから女中が土地になれないので食べ物のことに苦労している。性欲の方はひととき苦しんだが今は落ち着いてしまっている。そして時に加納幸吉先生が面影に立ったり森博士ワト鶏が心に浮かんだりして。 いい気持ちになることもある。長崎はいいところだけれども、折々東京に帰ってしまいたくなることがある。土屋君が諏訪に、君は小田原に行って、岡さんが忙しいだろうし、赤彦君と近志君だけでは手が足りない。今日、画伯からの書簡を読んで、かたじけないと思った。門馬君はどうだろうか。中村君も、早く言えればいい。以上、あまりぶしつけで、具合が悪くても。 君は堪忍するにそういない。これから僕は寝ようと思う。